ご注文は？マーティーニはステアせずシェイクで。お待たせしました。結構。ありがとうございます。なぜ殺さない？お前は追われている身だ。この閃光弾やライフルは動機で手に入れる。お前の中にはある組織が存在しているはずだ。俺たちはそいつらを探している。 Good luck, Mr. Steve。誰に手助けしてもらった？言わないか！おい、いいのか？こいつの体には膨大な国家予算が限られているんです。ああ、ブラッドスローン計画第一号。この国を守るためにスティーブ・ウェイドが作られた。まさしくこいつは最強の兵士だった。それが今じゃブレーキの効かない暴走列車だ。どのみちこいつの処分は決まっている。今こいつを生かしているのは奴らを潰す手がかりがあるからだろうね。じゃあこうしよう。何をした？何をしたんだ？一体俺何をした？このスイッチを押せば。ポカン！お前には俺の言うことを聞いてもらう。スティーブ・ウェイド。ガンマチームへ、今から部隊を送る。そうか、やはりここだったか。何かおっしゃいましたか？いえいえ。ああ、そうだマスター。実は待ち合わせをしてまして。大丈夫ですよ。何名のご予定で？うちの店がこんなに混むなんて珍しい。始める前にラストオーダーはお済みですか？やれ！早くやれ！ここが普通のバーじゃないってことは分かったよ。だから言ったでしょ、ラストオーダーは済ませましたか。おじゃるたバーのクリ
りはして。武器商人とは。いや。待て、俺たちにはとっておきの切り札がいるんだ。スティーブ。やれー。こちらガンマ部隊、目標を達成し敵の本部を制圧。よし、では戻れ。ではこれからスティーブを連れて本部へ戻ります。さすがはスティーブ・ウェイドだ。まだ利用価値がある。ロイヤル、あっけない終わり方だ。ここは盗聴されている。そして俺の首には小型爆弾が埋め込まれた。すまなかったマスター。マスター、俺を殺してくれ。スティーブさん、あなたはまだ死ぬべき人間ではない。マスター、やってくれ。 MI3 を見ていてよかったですね。さん、スティーブさん。安心してください。あなたの首筋にあった爆弾は破壊しました。それに今我々の仲間がここに向かっています。いや、この場、ロイヤルマンの正体がバレてしまった以上、奴らは次々に部隊を送ってくるはずだ。では、そのつもりだ。私だ。12時の5人分ディナーの予約を頼む。準備はいいな、マスター。やる気満々ですか？ああ、もちろん。